わゆる事業として消えていく、で新しいデジタル化が来るといったときに、まあ、フィルムという事業には寿命があると、まあ、これは致し方ない、どこの世界でも一緒だけど、それを支えてきた技術には寿命がないはずだと、うまく発掘してうまくこうその本質を磨き上げれば他に応用できるという、まあ、一つのまあそういう内的な要因というか危機感があったわけですね。第二の創業として新しい事業領域を作らなきゃいけない、じゃあどっかに出ていかないか、どっかで進化していかないかということで、やるべき領域を探して、もともとそのフィルムっていうのは、まあ、これは非常にその微妙な精密な、いわゆる化学っていいますかね、ケミストリーの権化なわけですね。そういう意味で言いますと、フィルムっていう一つの非常にまあ馴染みのある製品ですけれど、あの中で行われている化学反応というのが、まあ、とんでもなく精密で、まあ、ナノレベルの、まあ、コントロールが必要な技術なんで、まあ、これは何かに生かせないかと。例えばよく申し上げるんですけど、そのフィルムを支える、まあ、技術の一つとして有機合成の技術があるんです、まあ、あのケミカル材料を合成する技術、これは富士フィルムはオリジナルの材料を20万種持ってるで、もそれがフィルムですから、あの非常に光に感じたり光のこのフィルターの色素であったり、そういうまあ非常にタンパク質と、まあ、その結合しやすい材料がたくさんあるんですな、まあ、そういうものはまた医薬品にも使えるわけですね。だからこう基盤技術は医薬品の分野とフィルムっていうのは一見すると全く関係のない世界だけど、一つ二つ掘ってこう基盤とか共通技術を眺めると親和性があるわけですよ。僕はやっぱりその殿町のそのたまたまジオグラフィーとしては非常にいいところなんだけど、やはりそのまあこれは神奈川県知事も言ってたし、まあ僕らも思わず発した言葉は出島にしようと、出島はあそこはステージなんだ、舞台だから、自分たちが何かこう作って自分たちだけで自己満足で終わるんではなくて、それをやっぱり世界にショーしなきゃいけない、ショーケースだと。やっぱり世界の人がだからあそこには来やすい、しかも世界の人でグローバルなその人たちに目にさらしてもらいたい、それで日本がこういうことができるんだということを見せたい、発信と受信の基地であり、やはりそのグローバルにその先頭に立つためのその何か新しいその基地だから、現代版出島というのがいいんじゃない。それからやっぱり空の玄関、海の玄関に近いし、前に太平洋は開けてるし、まあこの絶好の好機を使わないと後で後悔します。自分たちが作ってきた財産というものを人に評価させるんじゃなくて自分で評価しようよと、やっぱり自分自身が自分自身の価値を一番知ってんじゃないのと。それでしかもその価値を見つけたならば、発掘したならば、その価値を次の世代にまさにおっしゃった種として豆の木としてこうつないでいく義務責任が僕らにはあるんじゃないのかと。例えばモノカメラ作って言ったら、ただカメラだけを見てると次の世代に残すようなそのエールにもならないし、形にもなりにくい、ね、だけどそこカメラを作ってると同時に信頼を作ってんだっていうと、やっぱりそのカメラを支える理想、カメラを支える一つの本質的な意味みたいなところが、自分自身の今度はカメラに立ち向かった時に、まあ我々の場合フィルムに立ち向かった時に、フィルム自身に自分からその求める理想像が全然違うんですよね。そうするとやっぱ自分がやってることをいつもいつも反省してる、いつもいつも俺はこれでいいのか、もっと楽しいことができるんじゃないか、もっと高いことができるんじゃないかっていう、そういう発想になってくるんじゃないかな。結局単なるモザイクではなくて、やはりその本当に一見溶け合って混ざり合うだけじゃなくて、溶け合って
そうすると今までの単独で持っていたその機能がもっとこう響き合って溶け合って全く新しい宝石ができるか金属ができるか、まさにそれはるつぼのイメージだから、るつぼというそのしかもおっしゃるように人の熱っていう溶け合うためには相当熱を出さないと溶け合わないんでね。川崎に感じているのはもう一つ、まあ僕がやりたいということを大事にしているのはやっぱり使命感だと思うんですね。やっぱりこのままで世の中いいのかとか、本当にその次の世代に我々何を残さなきゃいけないのかと、日本として世界にどうやって貢献していくんだとか、ただ自分さえ良ければいいっていうんじゃなくて、やっぱり人生一回しかないんで、まあ人に褒めてもらう必要はないんだけど、自分がこう終焉を迎えるときに、こうよくやったと一言言ってあげたいじゃないですか。自分たちの実現したい世界をなるべく人の力を借りてうまく実現しようと思ったらるつぼにならないですね。やっぱりるつぼというのは自分が実現したい世界よりももっと大きな、もっと高い溶け合う結果ですから、まあ、そういう意味でいくとマネジメントって言いますか、その殿町全体をマネジメントするそのダイレクターというかプロデューサー機能が非常に重要だと思いますね。一人一人のこう参加者が自分たちのこう関心も満足させながら、でも自分たち一人じゃできないもっと大きなことも同時に実現するような、この殿町で何を実現するんだっていうことをね、まあ、先ほどおっしゃったその種と土と風みたいな、そういうコンセプトが非常に重要かもしれないね。